分次だかゆいです。かゆい乾燥肌のせいかな。やばいじゃん、やばいやばい、描かないよ、染みるよ。いやでも前から保湿剤が何だって言ってたもんね。はい、じゃあ今ね診察終わったので薬をもらいに行きます。これ名前とかが入ってるから一応見せちゃいけない。うん、見せないで行こう。クリーンしょー、一日2回だ保湿保湿中からもね、うん、いろいろね先生に教えてもらったね、うん、面白い先生だったね前も、なんかしーちゃんがね小さい時に来たことがあってその時と同じ先生だ。そうそうそう、なんでよかったの、うん、前も来たことがあると思ってああいう感じの先生だった。お母さん大変だね、下の子なんかリニがまだベビーカーに乗ってる時でなんか下の子連れて大変だけどお母さんなんかしーちゃんがすごい乾燥肌だったから、うん、ちゃんとねなんかそうそう病院に来たり、閉じ込められんのかと思っちゃったよ。痛いね。ね。マジこれつかないで。やるよ。怖。これさ。うん。前なんか静かだっけな。でもしーちゃんがね、ほんとちっちゃい時、だってリミがベビーカーの時、赤ちゃんの時だよ。多分もうね、うん、5年以上前だよ。覚えてるわけがないよ。私ね、うん、どこかでね、うん、あの指のね、うん、あのレントゲン撮ったんだよね。あれ指のレントゲンは整形外科でしょ。皮膚科じゃないよ。はい、ということで今病院に行ってきました。あの片手なので手ぶれがすごいです。でね、あのクリーム2種類でした。乾燥肌なんですけど体の内側から肌をきれいにしていくって言われました。そうだよね、そうですなんか貞子みたいだけど下から電気当ててさカメラ撮ってるからなんか怖い。上から上からえ下からじゃないとうまく撮れないじゃん。じゃあ貞子じゃん。はい、以上です。バイバイゴー。グミペア、3時だおやつだ。